ギタリスト今堀吉明のバコンチャンネルです。はい、今日はですね、このねストラトキャスターのパーツいろんなとこありますけども、僕はね最近こうベストな状態になってきたなと思っているので、どんなパーツを選んだか、紹介していきたいです。はい、あとこちらねアーム、トレモラアームですけど、このねオリジナルでトレモラアーム、作りました。第2弾のオリジナル、トレモロアーム、こちらが完成したので、動画のね後半の方でお知らせまたしていきたいと思います。はい、ということでまず、どっから行きましょう。まずじゃあピックアップですね。ピックアップ、ですけども、こちらは、まあもうね以前の動画で言いましたけども、オリジナルのピックアップ、に戻しました。結局、73年のねこれストラトですけども、フェンダーのオリジナルのピックアップが一番いいということで、こちら今使ってます。すごい調子いいです。はい、ちょっとね修理とかもしましたけども、これ使ってます。でまあ他のストラトにはですね、これね、これはグリーニングドックっていうメーカーの、ピックアップ使ってます。これね自分のために巻いてもらって入れてます。過去に本当にいろんなメーカー聞いてきましたけども、やっぱこの辺が今僕の中では、好きなピックアップとなってます。セレクターねこれ5点にやってます。一応やっぱりねハーフトーンも使おうということで、一時期3点にこだわってた時期もありましたが、やっぱり、このピックアップでハーフトーンやっぱりいい音するんで、5点に変えてます。はい、まああとは、そうですね、このねブリッジ周りですかね、まあバネとかこの辺もですねいろいろ変えました。変えましたけどやっぱりねこれもねもうオリジナルに戻してます。はい、このねハンガーとかこのネジとか、このネジもねすごいグニョグニョに曲がってるんですけど、もう、あえてオリジナルを使ってます。はい、そしてブリッジですよね。ブリッジはねこれ70年代はこんなブリッジがついてて、まあこれ知ってる方は、知ってると思うんですけど、これねあんま好きじゃないですよね。亜鉛ダイキャストでしたっけ、こう一体型のねブロックと、やっぱこれちょっとこの、癖があるというか、まあこれがあるから70年代の音するんだとも言えるんですけど、ちょっとこれをまあ外してですね、今僕が選んでるのはまずいろいろちょっと組み合わせてるんですけど、ブロックがこれクレイジーパーツですね。クレイジーパーツはドイツ製の、パーツ、まあ鉄、はい、でこれがまずこの6本のネジですね。この6本のネジ相当大事やなと思いました今回。これもねこの6本のネジもオリジナルに戻しました。やっぱりねまあ前つけてたやつは今普通に売られてるフェンダーのあのリプレイスメントの入れてたんですけど、やっぱりねこれすごい変わります。これびっくりするぐらい変わるんで、やっぱりこの当時のネジ鉄何かわからないですけども、すごいいい素材使ってるんだなと。まあ、73年なんですけど、はい、これでだいぶ変わりました。これも戻しました。そして今回ねこれすごいいいなと思ったやつ、これ最近、入れたんですけども、これプレートですね。プレートこれはですね、大阪の、タノギターズさんで、扱ってるですねビントラットというメーカーの交換パーツ、このプレート、はい、そしてこのサドルですね。サドルもこれビントラッドにしました。はい、すごいいいです。これなんかヴィンテージの、パーツの60年代の前半のヴィンテージのパーツの金属の硬さを測って、そのかなり硬いらしいんですけど、それと同じぐらいの感じで作ったみたいです。オーダーで作ってて、すごい、いいです。これ音がね、やっぱり、まあ、60年代のああいうヴィンテージ弾いた時のなんかレスポンスに近い、イメージで弾けたので今これを使ってます。はい、ただね注意が必要なのは、僕のブロック
さっき言ったクレイジーバードのブロックと若干ね、この、アームの穴が、なんていうんですかね。あ、ずれてはないんですけど、ちょっと引っかかる、これがね、引っかかる状態だったんで、ちょっと穴広げたりしないといけない。ちょっと、注意必要ですけども、音はね、だいぶ変わります。これ、すごいいいと思います。結構高音がね、出て、分離のいいサウンドになるんですけど、でもね、よく、他のメーカーとかであるのは、すごい、そういう音する、パーツとかもあるんですけど、そういう音って結構ね、硬く感じること多いですね。高音が出すぎて。で、これはね、それがないというか、ちょうどいいバランスで、抜けのいい、分離のいいサウンドを出るので、いいかなと思って使ってます。はい。あとね、もう一個は、これはですね、あえて、サドルのイモネジ。これはですね、ここだけ変えて、これは、浜松にあるセナギターズさんのオリジナルのイモネジ使ってます。これもね、めちゃめちゃいいです。これはまあ昔から、使ってるし、このチャンネルでも、何回か紹介させてもらってると思うんですけど、はい。ということで、ブリッジ周りはかなり変わってるということですね。この、ブロック、プレート、サドル。これがそっくり、変わって、各いろんなメーカーのを組み合わせると。で、今回ね、このアームですよね。このアームが、完成したということで、はい、これね、アーム完成しました。これはですね、まあ過去昔2年ぐらい前ですかね、2年ぐらい前このチャンネルでもずっと紹介してたんですけど、自分の、好きなこの立ち上がりのね、この角度と長さと、またここでちょっと上に向くと思うんですけど、この角度を自分がね好きなちょうどいいところを求めてオリジナルで作ったアームを、昔開発したんですけど、それがですねだいぶ好評で結構、オンラインショップでも売れたんですけど、まあそれ作ってもらってた方がちょっともう作らなくなったので、ちょっと在庫というかストップしてたんですけども、また作ってもらえるところをね別でまた探しました。で結局ですね、あの時自分で作っときながら売れすぎて自分の分が一本しかなかったんですよね。最後一本しかなくて、さすがにちょっと一本ずっとね、だけでやっていくの辛いなと思って、他で作ってもらえるとこ探して、作ってもらったという感じで、はい。で今回はバージョン2なんですけど、前よりちょっと品質をね、向上を図ってですね。これね、ちょっと僕もちゃんとどういうことかわからないですけど、硬さを、これ、ステンレスなんですけど、硬さを出すために、5.5mm 径のステンレスを叩いて、伸ばして、4.78mm にしたと。はい。そういうことを、なんか結構凝ってる、アームになってます。はい。で、今回ね、ちょっとすいません、このキャップなしで販売します。まあ何人かに生配信の時に聞いたら、別にこのキャップ自分で用意するからいらないと。色もあるんで、自分の好きな色にしたいから、これいらないですということで、まあ今回これだけね、なって、限定50本。はい、今こんだけ、こういう感じで、限定50本作りました。実はね、もうすでに販売開始してて、残りあと30本ぐらいになってるんですけども、前回ね、かなり好評で、生産終わった後も、定期的にね、すごい、いつ再発するんですかっていうことで、お問い合わせいただいてたんですけど、まあ、再発する気なかったんですけどね、いい、この作ってもらえるとこ見つかったんで、とりあえず今回50本だけ、オーダーしました。で、自分の分2、3本確保して、あとは、まあ、オンラインショップで売ろうかなと思ってるんで、一応これ終わったらもう終わりますんで、ぜひお早めに、欲しい方はお買い求めください。別に楽器屋さんを目指してるわけじゃないんで、まあ在庫をね、別に常に置いとこうっていう気もないんで、まあ売り切れたらもう終わりです。はい。ということで、もう、ずっと過去お問い合わせしてきた方はもう今のうちにお願いします。はい。もうね、すでに、この家に
あるストラト何本かをもう一気に、これ全部変えたっていう方もいますし、結構ね、気に入ってる方、気に入ってもらえてる方は本当に何本も買っていただけてるんで、かなり人気商品になってきました。はい。僕もね、今回はちょっとさすがに自分用にちゃんと置いとこうということで、これもね、ちゃんともう早速バージョン2使ってます。これね、僕の演奏見たことある方は、わかると思うんですけどね、結構アーム使うんですよね。で、こう、ピッキングしながら、こう、ホールドできる長さと角度に仕上げました。こんな感じで、ですね、アンプって、ね、手元映すとこうね、こういう感じの、でもね、この辺でピッキングするときにこう置ける。もしよろしければこれね、オンラインショップに、ありますんでお買い求めください。ですね、一応これインチというか USA 製のやつに合います。なので多分フェンダージャパンとかは合わないと思うんで、そこら辺はちょっと気をつけてください。互換性ね、ぜひ確かめてください。じゃあ次これですかね、やっぱりフレット、ネックのね、フレット、これはオリジナルはもうすごい買った時から低かったので交換してるんですけど、これジェスカーの55055090、これジムダンロップで言うと6105サイズですね。はい、結構高めです。はい、これも以前はなんかこだわってヴィンテージタイプとかも好きで使ってたんですけど、まあ、結局ね消耗品なんで、まあ、ヴィンテージ初めから低いとですね、交換するタイミングも早く来ますんで、まあこれが妥当かなっていうところで6105を使ってます。そしてこのニッケルのやつですね。はい、でステンレスはね、やっぱり僕はあんま好きじゃないですね。自分のギターには入れたことないんですけど、やっぱステンレスのギター弾いた時に、あんまりその音質のアドバンテージっていうか弾きやすさはありますけどね、すごい滑りが良くて、音質はあんまいいと思ったことないので、まあステンレスは、使ってないです。はい、であと最後はペグですかね。これもまあ過去本当にいろんなペグ使いましたけど、ロック式とかスパーゼルとか、使ったんですけど、これももう普通の、なんていうんですかね、この F キー、はい、これにしてます。まあここもね、みんなこれだけね、さっきアームグリグリ使ってたから、ここロック式にした方がいいんじゃないかっていう思われるかもしれないんですけど、これもですね、まあ、セッティングの問題で、ちゃんとセッティング調整するとですね、ほとんど狂わないですよね。これ、こんだけいつもライブでやってても。まあ、もちろん、あれです。一曲ずつチューニングはしますけど、はっきりしてね、一曲の中で致命的になるぐらい、こう、狂ったことはないんで、まあ、これでいいかなと。まあ、正直、ロック式よりこっちの方が、普通のやつの方が好きですね。はい、まあ、この辺は機能もですね、これイーストビレッジでちゃんと調整してもらって、今ちょうどいい状態になってます。はい、なのでそこでいろいろこの滑り具合とかいろいろ調整してもらえば、ロック式じゃなくても全然使えるということで、このまま使ってます。まあ音もね、普通こっちの方が好きですね、普通のやつの方が。はい、ということで、まあこういうセッティング気になれば、まあ、イーストビレッジとかでこれ今堀と同じセッティングにしてくれって言えばやってもらえますし、普通のね、平日の昼間でしたけども、結構ね、賑わってましたんで、その中でも、まあ僕のね、この YouTube いつも見てるっていう方もおられて、声かけていただいて、嬉しかったです。はい、という感じでね、このストラトでのパーツ、こんな感じのパーツ使ってます。これね、普通のロック式じゃないやつ。
で、フレットは高め、ニッケルですね。で、ピックアップもノーマルという感じで、あとはここですね、このブリッジはかなりこだわって、ビントラッドのサドルプレートで、イモネジだけこれね、あ、イモネジとね、このオクターブ、まあ、これはね、正直音は分からないです。音は変わってるかどうか分からないですけど、まあ、セナのパーツ、セナギターズのパーツ、あとこれクレイジーパーツ、ここオリジナル、バネとハンガーオリジナルっていう感じで、あとこう5000円ね。はい、でこれがね、アーム、僕のオリジナルアーム、これね、ぜひよろしくお願いします。オンラインショップにあります。で、オンラインショップはこういう T シャツもありますし、僕が使ってるこれね、ピックですね、ピックもありますし、 CD、 あと SG ストリングスなども置いてます。5000円以上一気に買っていただいたら送料も、無料になりますんで、ぜひ、よろしくお願いします。あとはライブですね。ライブ9月、23日24日は、女性のね、ギタリスト足立久美さんと一緒にライブやります。京都、神戸です。はい、で、そして10月22日は東京であなたのギター弾きます、ソロライブやります。ヴィンテージギターだったりカスタムショップとか、あと自分でね、自作したギターっていうのも持ってこられるということで、エントリー続々と集まってます。まだエントリーあと1本いけるかな、ちょっと無理したらあと1本いけるんで、もし興味ある方は応募してください。そしてお客さんとしても全然まだ、席は空いてますんで、予約ぜひよろしくお願いします。またその近辺も、個人レッスンね、東京でやったりするんで、そちらも概要欄に全部詳しいの書いてますので、ぜひ確認してください。では、動画いいと思っていただけた方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。